明るいでしょこれ、ルームライトいじってるからね。これバチクソうまい。セブンイレブンの冷凍コーナーにあるやつ、このアップルマンゴーめっちゃうまい。これ知ってる？出た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 、もう知ってるアピ、出た出た、これめっちゃうまいよこれ。今すぐ買いに行った方がいいよ。切ったね、車だな、夜逃げしてるみたい。でもなんかこうやって全国旅したいな。最近やってないもんね、そういうゆるいの。今日台風だからさ、乗り散歩とかできないけど。でも帰るのしんどくない？車の旅って帰らなきゃいけないじゃん。ヒゲ剃れ、ヒゲ剃れってやつがヒゲ生やしてんのよ意外と。なんかフェリーとかにさ、大洗港からさ、沼井府乗せてさ、北海道旅行しようぜ。沼井府、沼井府で北海道行ってさ、熊見つけるまで帰れませんめっちゃ炎上しそう。出した、熊見つけるまで帰れませんやらな、やらな。でも沼井府でヒグマに出会ったら一発でやられる。多分タイヤとかバーンってかじられたらもう終わりやし。うん、出しちゃうペコペコになる。うん、今ね草食ってる、ミニストップの。でも草はセブンイレブンが一番うまいかも。うん、箸の使い方うまい、当たり前でしょ、人なんだから。猿のパン君じゃねえんだよ、豚のブー君だぞこっちは。お互い使えるよ、箸ぐらいは。別に上手じゃないけど使えるよ。本当はなんだっけ、なんかこう入れてこうだっけ、なんかそれはできないけど、まあまあまあ、なんかざっくりざっくり。うん、高一ですが糖尿病怖い。じゃあ今のうちから野菜食え、怖いんだったら。うまっ、あー野菜うまっ、野菜うまっ、野菜うま。俺水道治ったらもう自炊して野菜炒めばっか食うわ、塩コショウで。うん、でも降ってきたね雨。ちなみに室戸岬に台風見に行った時に波にさらわれそうになった俺。そう、めっちゃでかい波来て走って逃げたんだよ。もうブワーって来て、本当に一回だけ配信である、まマジで死にそうだったことがある、波にさらわれそうになって。いや地じゃないから、配信に映したよね。そんな時まで俺カメラで映したからね。いやいや命の方が大事でしょみたいな、逃げながらこうやって外カメラで映したんだよ。そうで元いた自分のところがもう完全に波で行かれたんだよね。あれやばかった、室戸岬。それね、もう だいぶ前だね、もう7年ぐらい前。あと室戸岬のアメダスの近くに猫ちゃんがいっぱいいたな。そう、多分地域猫で地元の人が餌あげて飼ってた猫ちゃんがいたね。うん、台風の時にも猫ちゃんがいて、やっぱ強いなと思った動物は。あと室戸岬に台風が来て風速20メートルなのにカマキリがいたんだよ。手すりにずっと捕まってこうなってたの。カマキリすごっていう。うん。
そう、カマキリが、だからそよ風って言われたんだよ。お前カマキリいるじゃねえかみたいな、晴れてんだろみたいな、いや風めっちゃやばいからって言ってんのに、いやカマキリいるから大したことないとか言って、うん、なんかノリラジってそういうことがあって、あの群馬県の赤城山っていう山登った時も結構きつかったんだよ。だけどしんどいしんどいって言ったら、上から犬が降りてきて、犬いるじゃねえかとかそう、めっちゃしんどいとか言って、汗だらだらなりながら、ふぅ、ふぅって言ってたら、なんか、トン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 とか言って、そう、銀玉に出てくるような犬みたいなのが、コロッコロの犬が上から降りてきて、そう、なんだよ、つって、うん、犬いるじゃねえか、つって、散歩コースやないか、とか言って言われて、楽勝とか言われて、うん。あとあの、おっさんっていろんな山行くんだけど、なぜか俺が行く時に限って子供たちがいて、なんか、後ろから子供たちの声が聞こえて、え、子供いるくらいみたいな。お前、子供も登れる山やんけみたいな。よくあるね、そういうことは、ね。今、宮城です。ちょっとお米も食べさせてくださいね。お米も。ちょっと冷めちゃったけどね。お弁当、これ着とこ、いつでも外出れるように。これワークマンで買ったんだけど、ワークマンのシャカシャカレインコートめっちゃいいよ。デブでも着れる 3L まであるし、この薄っぺらいの。うん。これ4900円。そう。ニートなのにワークマンで買ってんねん。これレインコート。そうなんですよ。まあ、台風では意味ないんだけど、風邪ひいちゃうんで、一応ね、こうやって着てんの、これ。長袖。これいいっすよ。多分富士山とかでも使えると思う。うん。そう、カッパって使いづらいんだけど、これしかも上下セットで4900円。上下セットです。下も長ズボン実はあるんだけど、よくない？ここパチッとしてるしね。ちなみに足は靴下脱いでクロックス。もうね、濡れるのが一番早い。どうしようもない、台風は足。うん。なので台風配信はいつもクロックス履いてます。かかとついてるね。うん。靴とクロックス両方持ってきてる。もうどうしようもない。ほんでね、このレインコードがね、なんか汗かくやん。で、雨降るやん。で、潮風も食らうやん。あの、3日ぐらい放置すると、めちゃくちゃ臭いんだよ。うん、めちゃめちゃ臭いんだよ。え、人死んだってぐらい臭いんだよ。いや、今宮城にいるわ。旅してるわ。いいとこだわ。景色綺麗だし、米うまいし、牛タン。でも宮城に来てさ、仙台に来て牛タンはさ、当たり前すぎてもうちょっとつまらんよな。違うの狙いたいよな。仙台に来て牛タンと萩の月は、それは初めて来た人はそれでいいと思うけど、もう違うくない？うん。ずんだシェイクは、わかる。絶対飲んじゃう。俺は好き。うん。俺は好き。新幹線の時間ギリギリでも買ったもん俺。初めて飲んだ時、飲み切るまで止まらなくて、吸い込みが。え？うまっ！もう一本っつってすぐ二本目買ったっていう。うん。なんか枝豆のシェイクなんだよ。なんかマツコデラックスが激推ししてなんかバカ流行ったっていう話らしいけども、本当かしら。うん。そう。うん。でもさ、俺さ、仙台って言ったらさ、おすすめ教えようか。まず一つ、
伊達政宗のお墓、瑞鳳殿。めっちゃ派手。まあ、調子乗っとったなと思うんだよね。あと、伊達政宗の兄弟が、ちゃっかり横に墓建ててんだよ。だから、YouTube で言うなら、セイキンみたいなもん。ヒカキンのおこぼれみたいな。あと、マスオ TV みたいな感じだよね。そう。だから、ちゃっかりしてんだよ。伊達政宗の兄弟もね。そう。伊達政宗のお墓、瑞鳳殿。めっちゃ綺麗だよ。おすすめ。あと、東北大学。東北大学って外に食堂があってカレーライス食えたはず。うん。やっぱりね、日本屈指のね、大学でございますよ。東北大学。ね、宮廷大。うん。東北大学もそうだし、あとは、心霊スポットの八木山橋。まあ、日本で一番っていうぐらい人死んでる橋。そう。まあ、これは観光地ではないんだけど、まあ、出るって言われてるよね。うん。八木山橋とか、あとは外人墓地とか。うん。仙台って言ったらね。あとは、仙台の観音様。ね、ファイナルファンタジーのラスボスみたいな、街中に、ドカーンとこう、座ってる、仙台の観音様でございますけど。うん。こんな感じかな、おすすめは。あと、仙台駅の中の、お土産いっぱい売ってる、いろいろ。なんかいよいよ来た、なんか来たね、なんかね。うん、音がね、雨風がね、多分怒ってるよ。和歌山の映像を見せたから、こっちは規模がちげんだよって言って、あんな見せんじゃねえよみたいな、こっちがしょぼいみたいやないかって言って多分怒ってる。後からにしろよ、ネタバレやめろよみたいな、あの台風とは私は規模がちげんだよって言って怒ってんの。カキめっちゃ好き。カキ好きすぎて当たるもん。食べすぎて。50個ぐらい食える、あれ。うん。カキ好き。めちゃめちゃ好き。なんで？うん。大好きだよ。当たったことあるよ。うん。うんこ止まらんやつやろ。ね。なんか弱いノロウイルスみたいになるやん、うん、でもこの前牡蠣美味しかったよな、マジで。秋田も牡蠣美味しかった。やっぱね、東北海はね、牡蠣うまいわ。広島もそうだけど、海沿いの牡蠣うまいわ。うん、マジでうまい。本当にクリーミー、甘い。そう、海のミルクはね、ほんとそう。宝石ですよ、あれ。うん。めっちゃうまい。松島の牡蠣食って、救急搬送されたことある。大当たりしたな。牡蠣食べるってパチンコと一緒だからね。例えば、パチンコを1回転回して当たることないけど、1万も2万も3万も使って回せば、いつか当たるじゃん。パチンコと一緒なんですよ。牡蠣って食べれば食べるほど、当たりが当たる可能性が上がってくるんで、1個だったらいいけど、10個食べたらやっぱり確率上がるよね。うん。そんだけ、回してるから、パチンコと一緒です。まあ、パチンコはさ、1回転ずつ319回転で回せばいいって問題じゃないけど、でもやっぱ、そんだけ頻度が上がれば当たるじゃん。うん。どうした急に。牡蠣の話はいいんだよ、つって怒ってるかもね。お前台風で来てんだろ、つって。飯殺してんじゃねえよ、つって。うるせえバカ、お前が来るの遅えからだろうが。なあ、おめえが遅いからおめえこうなってんだろうがよ。夜の12時からの配信でも間に合ったじゃねえか、バカタレ。おめえ元は深夜の3時くらいに来る予定だったろ、ノルマが。約束の時間も守れねえ。なんで台風ってさ、遅くなることばっかりなんだろうね。何が高気圧側だよ、お前。仕事で配信見れませんでしたっていうリスナーと同じぐらいしょうもないぞ、言い訳が。当たり前のこと言いやがって。で、
うん、これ普通の卵。卵好きなのよ、あれ。コレステロール気をつけなきゃいけないのに。でもなんか昔はさ、卵食べすぎるとコレステロールで体に悪いって言われてたけど、あれもでも今もう違うんだっけ？関係ないんだっけ？なんか20年前はさ、なんかそんなこと言ってたじゃん。ねえ、卵食べるとコレステロールがとかって。今違う。関係ない。あの、若い子たちもし見てたらコレステロールってわけわかんないでしょ。お前らも、あと10年、20年したら、絶対にコレステロールって言葉を聞くことになるから。絶対聞きます。そう。人間ドック行ったり血液検査すれば、必ず聞きますんで。コレステロールが。必ず！うん。覚えといた方がいいよ。うん。コレステロールって何かって、コレステロールが高くなると、要するに、血液がドロドロになって、血管が詰まるんだよ。血管が詰まるとどうなるかというと、狭心症とか心筋梗塞とか、そう、脳梗塞とか、ね。まあそういった、あの、病気になっちゃうんで。なので、コレステロールは気をつけたことに越したことはないと思う。うん。血栓ができるんでね。なので、その血液がドロドロにならないように、サラサラにするために玉ねぎ食べるんですよ。玉ねぎ食べてください。あれ、玉ねぎって血液をサラサラにしてくれるから。いっぱい玉ねぎを食べるんですよ。だから、ジジババって、もう本当にお前ヤギかっていうぐらい、ずーっとボリ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 、玉ねぎサラダ食ってるでしょ。ね、本当に、ヤギが噛み食うみたいに、ずーっと食べてるじゃん。ジジババ。いや、あの、玉ねぎを、そう。あれは血液をサラサラにするんだよ。そう。だから、お薬飲むけど、そう、食事も変えて、あって、あの、玉ねぎいっぱい食べてんだよね。うん。玉ねぎドレッシングとか。お味噌汁に玉ねぎとかね、グレープフルーツとか、あと目良くするためにブルーベリーとかね、キャベツもいいよ。うん。てか野菜食べて悪いってことないよね。基本食いすぎなければ野菜はどれ食ったっていいよ。うん。お肉とかじゃ補えないものが入ってるので、野菜しかないものもあるから、野菜別に何食ったって体に悪いってことないんじゃない、食べ過ぎなければ。逆にお肉も問題ないんだよ。お肉とご飯の組み合わせが最悪なんだよ。炭水化物、タンパク質と炭水化物っていうね。うん。お肉だけだったらいいんだよね。ご飯を少なめにするとか、ご飯食べずにお肉だけ食べてたら筋肉になるよ。そこにご飯を食べると良くないんだよね。カロリーもぐんと上がって体の中でくっついて脂肪になっちゃう。なので、あのお肉だけは別にいいよ、ね、だから、あの脂身の少ないサラ、あのなんだっけ、ささみとか食べるやん。鶏のささみとかチキンとかね、鶏肉を食べる人多いよね。お肉は別に問題ない。あと一番大事なのは、あのご飯食べたら、あのエネルギーを得たらね、カロリーを摂取したら体を動かして、今度はね、たくさん動いてね、体使ってね、運動することだね。取ったカロリーを消費することだね。それが一番大事で、いいのが毎日少し歩くこと。うん。なんかね、一日にいっぱい歩いたって意味がない。毎日コツ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 ちょっとずつ歩くこと。1時間でいいからね。うん。1日に6時間とか歩けばいいとか、俺の東京徘徊物語みたいに歩いたらいいって問題じゃなくて、そんな極端に歩くんじゃなくて、1日ちょっとずつ、どんな天気でも歩いた方がいいよ。あと、自転車は痩せん。はい。自転車っていいんですかって言うけど、自転車乗るぐらいだったらプールの方がいいよ。自転車は歩くと違って、全然違う筋肉使うんで、足がやたらムキムキになるだけで、自転車はカロリーあんまり消費しないです。さあ、なんでかっていうと、何キロも何キロも走ってから初めて脂肪が燃焼するんですよ。要するに準備運動が長いんです。チャリンコって。そう。走り始めたらすぐに燃焼するわけではなくて、ブワーって走って、で、そっからなんで、相当な距離走らないと、痩せんよ。自転車は。なので、自転車で痩せたいって言うんだったら結構こがなきゃいけないんじゃない ?20 キロ走ってか。そう。泳ぐのがいいと思うよ。いろんな筋肉使うし、プールが一番いいんじゃない？汗はかかんかもしれないけど、プールは体めっちゃ使うから、プールとかウォーキングがいいと思います。うん。まあ、俺はやってないけどね。そう。いや、プール配信できるんだったら毎日やってもいいけど、プール配信させてくれるところなんかあるわけないじゃん。プール配信できるんだったらいいけどさ、ねえ、いつものプールか、あのプールだっけ、あの AV で使われるところしかないじゃん。なんだっけ、だから有名なやつあるよね。例のプール、例のプール、例のプールしかないじゃんね。あそこしかないよな。まあ、あとは、超高級、ラブホテルとかのプールついてるところだね。なんかあるらしいやん、全国で。そう。
あの撮った部屋にプールがついてるみたいな、そういうなんかリッチなところとか、あとはホテルでね、リゾートホテルとかのプールとかしかないよね。いや車揺れてきたよ、だん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 調子こいてきたね。画面揺れてるでしょ。今ちょっと風でフワフワって揺れたんで、だいぶだいぶ突風が。マリア宮城岩手にやってきて、雨や風を吹かし揺れてゆく。あれ、すぐ開けたやつ、それ、あ、これか。やべ、2個買ったのバレちゃった。これうまいんだよ、マンゴー。マンゴー、スイカ、桃、メロン大好き。あまり食べないのはパイナップル、キウイフルーツ、グレープフルーツ、あんまり食べない。あ、イチゴも好き。あ、イチゴも好き。それ5つだね。マンゴー、桃、スイカ、メロン、イチゴ。バナナとか別に好きじゃない。キウイも物によってはめっちゃうまいでしょ。マンゴーは物とかないじゃん。まあうまいじゃん、安定してんだよね。そう、桃も、うん、まあうまいじゃん。メロンも好き。でも順位はマンゴー、桃、イチゴ、スイカ、メロン。マンゴー、桃、イチゴ、スイカ、メロンかな。ブドウはまあまあ普通。アップルマンゴーももうマンゴーじゃん、両方うまい。サクランボもあんま食べない。福島うまいね、桃。福島とか山梨とか桃うまいね。なんでさ、梨とかパインとかいっぱい聞くんだから。それ5つが好きって言ってたからもう答え出てるじゃん。聞いてどうすんだよ。だからその5つが好きなんだっつってんの。俺がさ、果物何が好きだと思うって言ったんだったら梨はとかわかるけど、なんで6つ目を探すんだよ。ドラゴンボールじゃねえんだよ。揃ってるって言ってんだろ、探そうとすなよ。でもね、6つ目を言うなら、決めるなら、意外と沖縄とかにあるドラゴンフルーツ、あのキウイの亜種みたいなやつか、イチジク。俺イチジク好きなんですよ、実は。イチジクうまい。ドリアンうまいのし、ドリアンうまいよ、めっちゃ臭いけど。ドリアンうまい、口の中に入れたらうまい。嗅ぐから臭いんだよね、あれね。しかも知ってる、あの海外でドリアン撮る動画見たことある？海外のドリアンニキたちが、木になってるドリアンを撮るんだけど、華奢なあの男がドリアンの木に登って、上からなんかナタみたいなやつでカーンってやって、コンコンコンってやって、どん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 ポト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 落として、下で網かなんかでバチーンって撮るんだよ。そう、めっちゃ高いところからイボイボのドリアンを一個ずつ落としていって、下で網でキャッチするんですよ。バチーンっつって、バーンとか言うんだよね。ほんと。そんな風にして撮ってんだよね。だけど、あんな硬いし、くせえのに、さばいて食うのは、あんまりコスパ良くないよね。しかもドリアン高いし、安くないからね。なんか、アジア食品店とかにたまに並んでんだよ、ドリアン。何千とかする。アボカドパパバロンケンゴ。アボカドは野菜でしょ。アボカドは野菜でしょ。メロンもイチゴも野菜？でもドリアンよりカズグーさんの唾液の方が臭そうやけどな。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。